セラ修造は、幕末の長州藩士。母親戦争において、合津藩が作成した偽文書により誤解を受けて、暴殺された人物。この暴殺事件により当初受理されていた合津藩の、除名嘆願が撤回され合津戦争で、徹底抗戦される原因となった。天保6年、諏国大島郡向、野村の庄屋、中塚祭家の子として誕生。17歳の時、 萩藩の藩校である明倫館に学び、後に大畑村で月生の自習館に学ぶ。さらに江戸で、儒者、安井足県の三経塾に学び、塾長代理を務めた。その後、巣王国阿賀津領主、浦幸恵が開設した、私塾、国旗堂の閉学などの講師として師官師浦井への、家臣となった。下関戦争敗戦後に、長州藩において、 騎兵隊が組織されると、後に三代目総督となる同郷、同門の赤根武人の将兵を受けて、文久三年頃に騎兵隊に入隊し、騎兵隊初期となる。慶応元年の第二騎兵隊発足に伴い、軍艦に就任。慶応二年、赤根が砂漠派に内容したとの疑惑を受けて、脱走すると、セラム関与を疑われ謹慎処分となったが、 同年4月に発生した第二騎兵隊の倉敷、朝尾騒動事件を受けて、体内の安定のため復職している。この際、裏家の家臣であるセラ家の名跡を継いだ。江戸幕府による第二次徴収聖伐が行われると、第二騎兵隊を率いて抗戦し、同年6月の大島口において、松山藩を中心とした幕府軍相手に勝利を収めた。停戦後は、 萩ぎの海軍局へ転出し、また京都で薩摩藩などとの折衝に当たったが、慶応4年に1月、幕府方とのとは、伏見の戦いに再始前線に復帰し、長州庶民軍である第二中隊や第六中隊を指揮して戦い、新政府軍の勝利に貢献している。特に1月6日の戦闘においてセラ率いる別動隊が、八幡山さんの旧幕府軍陣地を突破する活躍をした。 その後は、薩摩の黒田清高、長州の品川矢次郎に代わり、薩摩の大山格之助と共に新政府の大内部、総督不可参謀となり、戊辰戦争においては、同年3月、合図征伐のために、総督、九条同行以下504名と共に派遣され、3月23日、仙台藩の藩公用剣道に本陣を置いた。 合津藩に同情的で出兵をためらう仙台藩に、対して強行に出兵を促し、また仙台藩士をあざけり、傍若無人な振る舞いもあるなど、次第に周囲からの反感を高めていく。うる4月12日、仙台藩、米沢藩による合津救済単願があったものの、セララ総督氏はあくまで武力討伐せよという強行姿勢を取ったため、 藍津救済の可能性は失われた。そのため、東北諸藩は、薩長の軍門に下り藍津征伐に向かうか、奥越列藩同盟の何を言って薩長に、戦線布告するかの選択を迫られる状態となった。さらに、福島城下の金沢屋に宿泊したセラが、当時新城にいた、火山坊を大戦宛に売るう4月19日に記した密書を、送付の依頼を受けた福島藩士、 鈴木六太郎を通じて入手した仙台藩士、セガミ主前、姉畑幸進はその内容に結構し、セラの暗殺実行を決意する。また、セラの暗殺計画は、うるー4月十四日には、仙台藩主席奉行、ただきと皿の承認を受けていた。うるー4月二十日未明、セラ修造と報告隊の勝見善太郎は、金沢屋で就寝中に、姉畑之進、田辺蘭吉、 赤坂高大勇、松川と与野心、末永縫い殿の城、大月貞野心の仙台藩士6名、遠藤城之助、杉沢角衛門、鈴木六太郎の福島藩士3名、福島町の目明市浅草や宇一郎とその手先14から15名の合計24から25名に襲われた。2階から飛び降りた際に、瀕死の重傷を負った上で捕獲されたセラは、同日朝、 カツミと共に阿武隈川河原ので斬首され、遺体は阿武隈川へ投げ捨てられた。妻、知恵との間に、カズメがあったが、幼くして亡くなっており、子孫を与えている。福島稲荷神社の境内に、観修墳墓が建てられており、毎年霊祭が行われている。山口県総大島町向屋に、セラ修造の焼婚碑が建てられている。セラ暗殺の方は、 初犯重心の集う白石会議の場にも届き、その場にいた、米沢藩士、宮島誠一郎の日記によると、漫座人味な万歳を、正へ悪逆転中愉快の声一斉に太めという、状況であったという。セラと勝美の首は、白石城へ送られ、二人の首を、藍津藩へ持ち帰りたいと懇願した藍津藩士の中根、剣持、辰野勇ムには二人の歌さを持ち帰らせた。 ただ木とさは、当初二人の首を小捨側へ投げ捨てるように命じたが、セラの首は寺へ葬られたという。セラの所持品の刀一振り、担当一振り、本込み、ミニイール一丁、ピストル一丁、セコント一つ、釜口一つ、コンシマモメンタン物一枚、カバイロの風呂敷一枚、金五十から六十両は暗殺に協力した者たちに赤坂幸太郎から配分された。 仙台藩武行、坂次衆は、宇都宮方面からの政府軍が重要拠点と考えていた白川小峰城に入城する前に、これを奪うべきではないかと考え、合津藩がろう、梶原平馬に書を送った。これを受けた合津藩は、セラが暗殺されたのと同日のうるう4月20日、白川城を攻撃し奪取する。 この仙台藩強硬派が仕掛けた二つの出来事は、以後の王諸藩全体の方向決定に大きな影響を与えた。同日のうるー4月20日昼、仙台藩と福島藩は、両藩の裏切りを知らずに、金沢屋へ寄宿した長州藩士の松野義助を捕獲、斬首して金品を奪い、同日夜には、世ラの馬帝の茂蔵も、長楽寺で背後から斬殺した。うるう4月十一日、 福島町の江戸口付近を、醍醐忠敬参謀らと共に、北港中だった、醍醐参謀府市の長州藩士、野村重郎を、仙台藩士、平田小四郎が、背後から残殺し、遺体を阿武熊川へ投げ捨てた。同参謀府市の長州藩士、中村小次郎も、白川口の戦いで足に重傷を負って愛護しで、福島へ向かう途中に伏尾三坂付近で、 海保を装って付き添ってきた仙台藩主の栗村、五郎七郎と岡崎賢主に左右から視察された。慶応4年8月29日、仙台藩主、伊達義国は新政府への謝罪降伏の件を嘆願しようと、聖州寺家兵庫と福祉、堀正寺を熊本藩人中へ使わし、熊本藩は津田三三郎と米田虎之助が応対した。 この仙台藩の幸福交渉の際、仙台藩側は、合図藩が手を尽くして、本物のように見せかけた、セラ修造の偽手紙に、仙台藩を滅ぼすと書いてあったので、合図藩に味方すると決めて、セラ修造を殺害してしまったが、仙台藩には朝廷に背く意思はないという趣旨の弁明をし、セラ修造の名で書かれた、慶応四年うる四月十九日付の大山角之助。 火山棒当店秘書は、藍津藩が作成した偽手紙であったと述べている。また、福島城下、金沢屋について、遊郭、起録などと記した文献もあるが、実際には旗語であった。明治31年、14位を追贈された。ありがとうございます。